小島哲三は、弁護士、日本の政治家、帝国弁護士会理事、第一東京弁護士会常議員、自由党衆議院議員。日本自由党では、政務調査会理事、司法部部長、民主党では、総務委員、政務調査会理事、議員運営部部会長を務めた。自民党では、 足田仁志派、岸信介派、福田武雄派に所属した、兵庫県洋府府に洋町出身、作り酒屋の小島九右衛門の三男として生まれる、洋歌省、豊岡中、第一高等学校、東京帝国大学法学部仏法科卒業。1922年、高等文館試験外交化及び行政科に合格、その後弁護士を開業。 1946年、第22回衆議院議員総選挙に、兵庫2区から初当選。以後10期務める。1953年、衆議院厚生委員長。1954年、第1次、鳩山一郎内閣郵政政務次官。保守合同後もしばらく、有田基一、志賀健次郎、荒木マスオと共に、足田派を維持。百五十八年、 衆議院法務委員長。1960年、第一次池田内閣法務大臣。1969年、君一等随法賞を受賞する。1976年、朝日大受賞を受賞する。1976年引退。1988年1月10日、死去。去年88、のぐ正蔵くらい。ありがとうございます。